ア空ラ FM 第66回目、第66回目はゲストはなし、一人会です。一人会何をやるか、何のテーマかというと、ちょうど収録している今日、牛書店 Q が始まったので、牛書店 Q で買った本について、あれやこれやと喋る会、喋る一人会をやってみようかなと思っております。一人会なのでパーソナリティの自己紹介をすると、 私、ホルテと言います。青空 FM のパーソナリティをやったり、ウェブエンジニアをやったり、アンドロイドエンジニアをやったり、なんか楽しいっていうのを楽しいぞって言って回ってる人です。超謎な <laughs> 自己紹介になってしまった。で、その技術書店なんですけども、技術書店 Q の情報をおさらいしておくと、2020年9月12日土曜日、 えー、10時からですね、22日の火曜日まで行われている技術書オンリーの今同人誌イベント即売会なんですけど、昨今の事情を鑑みてオンラインイベントということで、オンラインオンリーの技術書イベント即売会イベントとなっています。私も、えー、サークルとして参加していて、新刊2冊出しているんですけども、 それ含めていろんな人が新刊やら機関やら盛りだくさんでいろいろ持ち込んだ回っていうのが牛書店9っていう回になります。で、今回何冊買ったかっていうと、1238242828冊買ってるっぽいですね。今自分の牛書店のサイトの 本棚、自分の本棚っていうのを見てるんですけど前回の応援祭りっていう即売会で買った本も含まれるので、えー、今回の買ったやつだけを見ると28冊みたいですねで早速買った本を1冊ずつあれやこれや言っていこうかなと思うんですが、まあ、クリック音とかキーボードの操作音とかもうすでに入ってるとは思うんですけど 今回は勘弁していただけるとありがたいって感じです。で、一冊目買ったのが、これはアフィニティスイートでいいのかなアフィニティシリーズっていう全く新しいグラフィックソフトウェアとして注目を集めている写真レタッチソフトウェア、アフィニティフォト、グラフィックデザインソフトウェア、アフィニティデザイナー、パブリッシングソフトウェア、アフィニティファブリッシャーについて、 ソフト概要から基本操作機能を使った制作方法までを網羅した徹底網羅したアフィニティ初心者中級者向けデザインに興味を持ち始めて持ち始めて見たい方向けの教則本だそうですこれ書かれてるのはペティットブレインさんアスタリスクペティットブレインさんでいいのかなっていうサークルさんが書かれてますねこれなんで買ったかっていうと まあ、デザインに興味があるかっていうと、ほ、ほんのちょっとぐらいしかないんですけど、最近あの、イラストを描く、絵を描く練習をしているっていうのと、あと、シャープ牛書店のハッシュタグでツイートを見ていると、この本めちゃくちゃ売れてるのを見かけていたので、おー、売れてるのかっていうのもあって買ってみたって感じですね。一応、物理版と電子版両方あるみたいで、今回は電子版、 まあ今回電子版しか買ってないんですけど、電子版を買いました。えっと、このソフト自体は聞くところによると、えー、1万円ぐらいで買えるやつらしいですね。3冊、あ、3冊じゃない。3ソフト1万円なのか、1本1万円なのか、ちょっとわかんないんですけど、まあ、そういう情報もあるので、Adobe のイラストレーターとはちょっと違う系統のソフトらしいということです。 まそれで気になって買ってみたって感じですね。で次、n i t y 3D ゲームスタンダードミニ講座。これはもう Unity でゲームを作りたいという、ただそれだけのために買ったっていう本ですね。サークル名はユニコーンさんかな。ユニコーンさんが出されてますね。本書はこれから初めて Unity をエレフト向けに作った Unity 入門の本になります。まさにこういう本を、えー、求めておりました。 3D ゲームってことなんで、3D ゲームが結果として作れるっていう感じの本になるのかな。これは実際試してみるのが非常に楽しみな本ですね。著者名は大森ちゃんって書いてあるから、大森ちゃんという方が書かれた本みたいですね。次、迷惑メール徹底対策。サークル名はブライトシステムさん。これは知り合いのサッピー川原さんという方が書かれているメール シリーズメールシリーズ <laughs>、まあ、メールに書かれた本の、えー、一冊なんですけど、まあ、よく迷惑メールが僕も届くのでなんか徹底対策できるんならちょっとやってみたいなっていうので買ってみましたただ僕が使ってるメーラーというかメールアドレスがホットメールなのでサッピーさん以前書かれてたメールの本確か G メールの本だった気がするのでちょっと適用できるかどうか怪しいんですけどまあ実際そこはちょっと 読んで確かかめててみようかなと思っております。あこれ、あのー、配信ページに多分本のリンクを貼ると思うのでもし気になった本があったらそこから買っていただければなと思いますと今更ながらに <laughs> 伝えておきます次、えー、マッチングサービスで婚活して婚約する技術笹書房さんというサークルさんが出していますこれはもう今 実際、恋活というか婚活をやっているタイミングだったので、まさにこれだというところで買ってみました。と言っても、主な内容はマッチングサービスでマッチングするまでのところがメインになりますと書いてあるので、まあ、婚約に至るというところありつつも、メインはマッチングするところまでどうするかという本みたいですね。この マッチングサービスで婚活して婚約する技術のおすすめ本のところに挫折論への正体が出ているのが非常に面白いなと思ってしまいました。はい。次。セルスクリフトでゲームボーイプログラミング入門。ヘニャペンテさんというサークルさんの本ですね。えっ、ー、と、著者の方は大神祐馬さんかなちょっと漢字があれですけど、書かれていて。これなんと電子版が0円、タタなんですよね。 内容としては、シェルスクリプトでゲームボーイの ROM ファイルを生成する本。つまり、シェルスクリプトでゲームボーイのソフト、カセットが作れてしまうということですね。タイルによる背景描画、キー入力、画面スクロールまでをステップバイステップで行いますと。Z80 カスタム CPU について、シェルスクリプトでプログラミングをしていくっていう本みたいですね。 これ、ただ0円っていうのもすごいんですけど、内容がすごい濃い本なので、これは面白そうってうことで買いました。表紙の絵が、えー、表紙がゲームボーイを模しているのもすごい良いですね。次、婚活を支えた技術。端的に言うと、結婚相談所で活動し結婚したという話になりますという、サークル黒豆屋さんの本ですね。 このような書籍の形になる前に友人や知り合いを集め100万以上のスライドを作成し、鍋をつつきながら3時間ほどプレゼンをしてみたところ、巷の情報ではなく、当事者としての視点で婚活のな生々しさや消耗していく臨場感をうまく伝えられたらしく大盛況に終わりました。その場に参加していた2人のエンジニアの友人が私と同じ結婚相談所に登録し、結婚まで行き着くという実績まで解除し、 二人とも私の知見の詰まったプレゼンやコンサルが活動していく中で非常に役立ったと言ってくれたことでそれだけ言ってもらえるような内容なのであればもっと多くの方に知ってもらっても良いのではないかと考え、まあ、本にしたと言ったみたいです半年間の結婚相談所の活動の中で61人の相手と出会い <laughs> すごいな結婚したおめでとうという一言の中には61人との出会いがあるという本になっているみたいですね まあこれもさっき言った婚活を最近やっているっていうのもあって買ってみたんですけど、ここまで読まずに表紙がしたところもあったので、いや読んでびっくりしました。これは読んでみるのが非常に楽しみですね。次。えー、と、恋する鉱物入門。サークル名七タさんから。鉱物っていうのは、いわゆる鉄鉱石とか、あとは宝石の原石。 あと水晶なんかの鉱物なんですけどそういったものの本ですね身の回りにたくさんある工業品雑貨食べ物に至るまでさまざまな鉱物から作られています本書では鉱物がどのように私たちの生活を豊かにしているか物性物の,の差がと書いて物性かな物性かなについて簡単に解説しながら紹介していますとと僕趣味が多いで このポッドキャスト的には有名なんですけど、あの、石をめでるというか、鉱石を見に行く、鉱石の見本市みたいなとこに行くみたいなのも結構好きで、えー、っと、界隈ではミネラル店って行ったりするんですけど、そういうのもあって表紙を見て、ああ、これはいいなって思って買ってしまいました。非常に楽しみですね。どっちかっていうと雑学とか、その推奨、 水晶、結晶か、結晶構造学みたいな風に書かれているので、鉱物の紹介というよりもアカデミックな本みたいな感じですけど、まあそれはそれで楽しみですね。次、成長するタスク管理の原則、サークルはプロジェクトマネージャー保護者会さんですね。著者は渡辺啓太さんという方が書かれています。次に挙げるこの項目に自信がない方、自信がない方は本書が役に立つかもしれません。 2年後にやらなければならないタスクを忘れずに実行できる。いつも集中して仕事ができている。日々成長を感じている。これらに自信がない方は、この本が役に立つ。という本みたいですね。タスク管理っていうと、なんとなくトゥードゥーかな、トゥードゥー管理の話かなって思ったんですけど、成長とかそういった部分にもフォーカスしている本みたいですね。もともとこの渡辺啓太さんっていう方が知り合いっていうのと、 この方の書かれる本が非常に好きっていうのもあって表紙買いというか <laughs> 著者買いをしたっていうのもあって中身はちゃんと実は見てなかったんですけどこれはこれで非常に役立ちそうな本なので読むのが楽しみですね次「クリエイターのためのお金の攻略本」サークル名は「シグニアさんかな?」「忙しいのに収入が少ない」「年収の割にお金がたまらない」「お金ってどうすれば増えますか?」 こんな風な悩みに対して、えー、こうした不安はお金のことを知らないからと解いている本ですね。単純にお金の知識ってどこでも学べないじゃないですか。小学校とかでも教えてくれないし、小学校でお金のことって <laughs> あれだけど、まあ学校では教えてくれないし、でも社会人になって当たり前のように求められるスキルで、法律とか税金とか、あとは 役所関係含めて知ってると得するみたいなことすごく多いのがお金の世界だと僕は思っているのでなんかそういう情報があったらいいなって思って買った本ですねクリエイターって書いてあるんでフリーランス向けなのかなってちょっと一瞬思ったんですけど、まあ、それ以外の方でも十分使えるお金の知識が詰まっていますっていうふうに書いているので非常にこれも楽しみですね次 個人でもできる小ロット機械部品製造サークル名はリノプロダクツさんかな同時にハードウェア開発している中でやってみたいけどなかなか手が出せない機械部品の製造この本では中国の工場に依頼して低価格で製造する方法やその時に気をつけないといけないことをまとめた本ですこの小ロットコロットなのかな小ロットの機械部品製造ってなんかあれ欲しいみたいなのをやって 時に、に、思った時になかなか難しいのがあってこれその同時にハードウェアをやらない人でもここにリモコンかけるフックがあったらいいのにみたいな時にも使えたりするんですよね。あの100円ショップとかに行ってもちょうどいいものがないみたいな時に自分で寸法さえかければ発注して作ってもらえるっていう。 もちろん割高にはなっちゃうんですけど、その分ぴったりのものが手に入るっていうメリットがあるので、そういうのも含めて読んでみたいなって思いました。次、ディスコードボット開発実践入門。サークル名は COD 寿司、コット寿司さんかな。いわゆるディスコードボットのチュートリアル本ですね。本書は手を動かせば絶対できるディスコードボットのチュートリアル本です。ディスコードボット で、一回ちょっとやってみようと思ったんですけどよくわかんなくて挫折してしまったことがあってなんか前も同じような本を買ったような気がしてまだ読んでないんですけどまあまた 2, 2番目というか同じ鉄を踏んで買ってしまったって感じですねこの本自体は Discord と Python で,、えーで,ね、でやるみたいですねボットの作成は Python でやるみたいですね プログラミング未経験者でもしっかりできるっていう風うに書いてあるんで、プログラミング経験がない人でもやってみると良さげな本ですね。あ、この本も物理本がついてます。物理本もついてますね。次。RE0 から始めるスラックハボット開発。サークル名は遊びたがりさんですね。ハボットっていう、いわゆるスラックでボットを作るときに使われる、なんて言うんだろう、ライブラリーフレームワーク であるハボットについて解説をする本ですね。職場でもスラックボット作ったことあるんですけど、僕が作った時は Google app スクリプト、ガスですね。を使って作って、で、別の人が最初から用意していた、最初からというか、別の人が用意してくれたハボットの環境でちょこっと修正したことがあるぐらいだったので、ハボットについては。 これを機会にハボットをちょっと勉強したいなぁと思って買ってみた本ですね。次。101ミーティングで悩んだ時に読む本。サークルは全日本キャリア教育改善推進協会さん。これは小沢な美さんの本ですね。あの、101カードとか、あと最近だと101ラジオも始められている小沢さんの本ですね。で、101について、 悩んだ時に読む本ということで、101とは関係構築づくり、内政支援、感情や気持ちのケア、キャリア支援、個別支援などについて気になる部分から読めるようになっているみたいですね。101僕がやることってあんまりないんですけど、これからそういう機会が増えていくっていうのは全然考えられるので、今のうちに読んでおきたいなって思ったのと、あとは受けることを 自分が101を受けることっていうのはよくあるので、なんかその時にも使えることが書いてあったらいいなって思って買ったって感じですね。次、次っていうのがだんだん癖になってきたな <laughs>。で、次が、実録スターデストロイヤーゲーム開発機。サークル名が FKUMNK さんかな。これ、表紙がた縦書きという横書き、横向きなんですよね。 で、ちょっと見づらいんですけど、表紙に書いてあっておって思ったのが、HTML5 ゲームフレームワーク、フェイザー3を使ってみたゲーム開発にって書いてあって、おゲーム開発面白そうって思って買ってみたって感じですね。この本は日記風の定裁で書かれており、8月1日から31日までの間に行ったコンピューターゲーム開発の記録を、1日ごとに1つの編として収録しています。 なんかすごい、小学校の夏休みの宿題みたいな <laughs> 感じの本実際本書の執筆にあたりフェーザー3というゲーム開発フレームワークのハローワールドの状態から実際に習得し1ステップずつ必要な技を学んでいく様子を記録しましたへえあこの本は教本ではなくてただの日記ですと楽しかったり苦悩したりしながら挑む個人ゲーム開発の様子を 誇張しながら続いてみました。誇張してるのか <laughs>。なので、なんか技術同人誌っていうよりも、読み物として読んでくれって感じの本みたいですね。まあ、それはそれで面白そうなので、買ってよかったと思います。これも読むの楽しみですね。次。リモートワーカーのためのゆる時間活用ゆる継続の進め。サークル名はピコカンムリ温泉 BBA。これはババアかな。温泉ババアさん。 これは元木理恵さんという方が書かれている本で、えー、っと、今回僕が書いた、毎日続ける技術っていう新刊があるんですけど、まあ、これを書くって話をした時に、あの、続けることに関してはい、かごありますみたいな <laughs> お話をされていて、じゃあぜひぜひ本を追って話になって、新刊書きますってなったのがこの本ということで、なんかお互いに継続について新刊を書き合うみたいな、 感じのツイッターのフォロワーさんになった本っていうので、非常に読むのを楽しみにしている本ですね。内容としては、楽しみながらゆるく時間活用と継続をしていきたいリモートワーカー必読。リモートワークをする人が爆発的に増えた2020年、これまでの出社時のように、他の人の動きが見えなくなったこともあり、時間管理やタスク管理を、より自分で能動的に行わなければならなくなりました。ただ、ガチガチにやられた方が殺し疲れるばかり。 うまく力を抜きながら時間管理と継続をしていくメ,リメソッドを実体験を踏まえてまとめましたとのことです。継続って本当に、ま、難しい難しいんですよ。継続って本当に難しくて、続けるっていうただひ一言 <laughs> なのにこんなにも難しいのかっていうのがあって、で書かれている通りガチガチにやるとうまくいかないし、かといって気を抜くと忘れちゃったりとか、 なんかもうやんなくていいかなみたいになっちゃったりするんでこれは本当に読むのが楽しみさっきから読むの楽しみしか言ってないんだけどまあ実際読むのが楽しみなんで、まあ、読,む読むのが楽しみな本ですね次「クリーンアーキテクチャー・フォー・リアクト」サークル名はアチーブド・テクノロジーさんテクノロジーをアチーブドする <laughs> なんか面白いサークル名だな <laughs> まあ、クリーンアーキテクチャーフォーリアクトってことで、リアクトをクリーンアーキテクチャーで書くっていう構成とか、そういった部分の話、その設計の話について書かれている本ですね。で、リアクトについてはちょっとリアクトに関する本僕も書きたいなと思ってて、他の人のリアクトの本を読んでしまうとそれに引っ張られるんであんまり買わないようになるべくしてるんですけど、 自分の本を書くまでは。ちょっとクリーンアーキテクチャの部分はやっぱ気になるんでそこだけちょっと参考にできたらいいなと思ってクリーンアーキテクチャ部分に注目して変えましたこの本は知人のリアクトやってる人たちも結構気になるって感じだったのでリアクトやっている方がいたらぜひぜひちょっと見てみてほしい本の一つですね次 CTO エンジニアリングマネージャー養成読本サークル名エッジ さんこれは野又野又堂さんかなって方が書かれている本みたいですね普段筆者がスタートアップや上場企業で技術顧問をする中で感じた課題や対策こうするといいのではないかという提案についてまとめた本ブロ,グブログに書き詰めてきた記事をベースに書記再終性として本として読みやすいように整理している本ですね対象読者は急に,に CTO や エンジニアリングマネージャーをやることになった方や普段テックリードとして働いていて将来のキャリアの選択肢として CTO やエンジニアリングマネージャーを考えられている方を想定していますとこれは非常にそのマネジメントに興味ある分野としては非常に気になったので買いましたこのブログのことは失礼ながら知らなかったのでこのブログもちょっと読みつつこの本読んでみたいですね非常にこれも楽しみです 次、サークルミソトントル定食の表紙の作り方考え方サークルはミソトントル定食さん表紙の作り方って知りたくないですかうん知りたいっていうことで <laughs> 表紙の作り方をどういうふうに作ってきたかっていう本を、えー、説明してくれる本ですねでこの筆者の方はミソトントル定食というサークルで今まで12冊の本を発刊してきてそのすべての表紙を この筆者の方が担当しているということで、まあ、そのノウハウを説明してくれるという素晴らしい本というわけで、これも次の新刊をやるまでには、ぜひとも読んで内容を活かしたいですね、次の本に。今回自分の新刊2冊、自分で新刊、あ、新刊じゃない、表紙を作ったんですけど、やっぱ表紙のデザイン本当難しいなって思ったので、こういう本で勉強できるのは非常に楽しみですね。次、 ケイターとナクスト JS で作る Web アプリケーション入門。これ非常に見た瞬間、これ欲しいって思ったんですけど、サークル名はクレセントさんなんですけど、テンション上がっちゃった。あの、ケイターっていう純コトリンで作られた Web、えー、フレームワーク、Web に限定しないんですけど、まあ、フレームワークがあって、まあ、それを使ってナクスト JS と一緒に Web アプリケーションを作る入門本ということで、 正直これは先を越されたなと。ケ帯タの本僕もちょっといつか書きたいななんて思っていたところだったので、どれどれどんなことを書いてやるのか見てやろうっていうのと <laughs>、そんな上から目線じゃないですけど <laughs> ぜ、ぜひともどんなことを書いているのか参考にさせてもらいつつ、まあもうちょっと読んじゃうとね、その引っ張られちゃうから、もうケ帯タのことはそんなに書かないかもしれないですけど、もしケ帯タのことを僕が書くことがあれば、 あの、なるべく違った書き方ができるようにできたらなって思いで、えー、買ってみました。GitHub にサンプルコードもあるのでハンズオン形式で丸ごともできると思います。コトリンやケイター、ネクスト JS の言語使用については記載していませんが、まあ公式サイトコトリンとか結構親切なんで、それ見ながらでも全然読み進められそうな感じですね。何よりも。 第7章まであって、ヘロクに公開しようっていうところまで書かれている。あ、でもページ数39なんだ。すごい。僕、ヘロクに公開するってところまで書くのに、250ページぐらい <laughs>。自分のサーバーサイドごというもん <laughs> で書いたんだけどな <laughs>。これはちょっと読むのが楽しみですね。39ページというのも含めて楽しみですね。次。エンジニアのチームを整える技術。サークル名は、空曲まげ、アットマーク、うまうまだよもんさん。 さんん <laughs> サークル名は、カラーマゲアットワーク、ウマウマダオモンん。エンジニアのチームを整える技術、変化し続けるチームへと導くリフレーミング術ということでリフレーミングっていうのが、いわゆるフレーミングのこと、いわゆる色眼鏡で見てしまうとか、型にはめて、枠にはめて見て,見てしまうというものの見方、メンタルモデルを変えるという意味での リフレーミングかなと思って、これを良さそうと思って買いました。チームの本と書くと、なのマネージャー向けの本かと思われるかもしれませんが違います。リーダーやマネージャーだけではなく、チーム開発に関わる全てのメンバーに読んでほしいです。そう、あなたです。あなたに読んでほしいんです。これ本当にその通りで、チームでチームの話した時に、マネージャーとかリーダーばっかりやり玉に上がるんですけど、 チーム構成しているのはチーム全員なので、メンバーもチームについて考えるべき、あるいは考えていいはずなんですよね。で、大体、まあ、1チームワンピザじゃないですけど、1チーム7、8人いるとしたら、リーダーとか、マネージャーとか、あるいはスクラムマスターでもいいんですけど、みたいな役職に就く人っていうのは、大体1人とか2人なんですよ。残りの5、6人がメンバーなわけで、 比重から考えたってメンバーがチームのことを考えた方が絶対効率がいいはずなんですよね。だけどそういうふうに考えることがなかなかないのでこれは本当にいいことを言っている本だなと思っています。これも読むの非常に楽しみですね。では次。わかるかも。ドメイン駆動設計はじめの一歩。サークル名は新オブジェクトクラブさん。僕この本買ったような気がしなくもないような気がしなくもないような この新オブジェクトクラブさんの本っていつもこの螺旋階段の表紙が多いイメージで、ひょっとしたら別の本と勘違いしていただくかもしれないけれど、まあドメイン駆動設計をそろそろ勉強しなきゃなって、1年ぐらいずっと思ってるんで <laughs>、いよいよかと思って買った本ですね。えー、っと、エリック・エヴァンスの DDD 本がすごい難しいっていうことで、やっぱ敬遠されがちっていうのもあって、 ただ設計技術としてはやっぱり抑えておかなきゃいけない分野ではあるなと思うのでこれを機にちゃんと勉強しようと思います次一週間でゲームを作る技術ながら工房さんこの表紙にユニツーっていうのが書いてあってあこれはきっとユニティ通信だろうと勝手に思って買った本ですね <laughs> これでユニティじゃなかったらどうしようって話なんですけど 一週間ゲームジャムという一週間でゲームを開発するオンライン開発イベントに参加した人たちにある合同誌です。というわけで一週間でゲームを作るというオンラインイベントに参加した人たちの本ですね。きっとユニティにの、ユニティに関することも書かれているだろうということで買いました。では次。アンドロイド RR バグ事件簿。サークル名はイロハカルタさん。これ表紙がすごい可愛いんですよね。 ドドドドロロイをを追追いいいいいいかかけけててるる少女探偵みみたたなな感じで虫眼鏡で虫この本を買ったのは、アンドロイドを最近3ヶ月ぐらい会社でずっとやっていて、そろそろまたウェブ開発に戻りそうなんですけど、まだもうちょっと続きそうだっていうのと、あの、可能ならアンドロイドで副業をちょっとやってみたいなって今思っているので、その時にこのアンドロイドの えー、バグの情報が役に立つかなっていうふうに思ったっていうのが一つですね。あとはそのバグってなんか起こしてみないと学べないみたいなところが多くて経験がものを言う世界だと思うのでこうやって本みたいな形でまとめておいてくれると非常にあのー、これから対処しなければならない意味としてはありがたい嬉しい内容だなと思って購入しました。これも読むのすごい楽しみですね。 では次次は技術記法ですね技術記法はお布施として買いました <laughs> 前回もお布施として買ったんですけど実は技術記法の中身見たことがないな <laughs> 色々裏話とか書いてあるらしいんでちゃんと読んだ方がいいかなとは思ってるんですけどまだ読んだことないですねでは次私の知らない〇〇な世界新しい技術を触ってみた話サークルが CCC マーケティング株式会社技術書店部さん。CCC って、うーん、みたいな感じなのかなあ <laughs> まあ、あんまり危ない話はしないでおこう。で、なんでこの本買ったかっていうと、正直、えー、っと、Python JS コトリン機械学習、IoT、え、え、とせたらを用いて様々な技術に挑戦してみた記録です。新刊です。しか書いてなくて、 コトリンってところに引っかかっただけで一応見たんですけど、画像の方に一応目次が書いてあって、そのコトリンのところは、アンドロイドで作る GPS を使った宝探しゲームっていう風に書いてあったので、一応この部分だけでも見るかと思って買ったっていう感じですね。あとはなんか、ラズパイで作るラジコンとか、Python で始めるコンパイラー入門とか、ちょっと画像が見づらいんですけど、<laughs> テンサーフローの話とか、 ま、そんな話が書いてあるみたいです。で、次。プレゼンを支える技術。サークルはデブレルミートアップさん。デブレルに関わる人たちによる IT エンジニアのためのプレゼン教本。聴衆を魅了するプレゼンテクニックを教えます。現役デブレルスピーカー人によるプレゼン解説本。ということで、登壇するときに使えるかなと思って変えました。あのー、登壇する予定全く今 <laughs> ないんですけど、もし、 プロポーザルが通ればカンファレンスで登壇できる機会が今後あるかもしれないので、まあそういった時用のためにも読んでおこうかなと思って買いました。このデブレルミートアップさんって僕初めて見た気がするんですよね。サークル読み上げとか過去にあったりとか、もちろんその一般参加するときに技術書店の優書店で販布される本とかいっぱい見てると思うんですけど、このデブレルミートアップさん 多分今回初めて見たような気がするんですよね。と思ったけど、初の初、初出のイベント、牛書店6って書いてあるから、僕が見落としていただけかもしれない。<laughs> で、次も同じくデブデルミートアップさんで、これも牛書店6が初で、ですね。英語で広がる開発者のキャリアということで、英語を学ぶのに苦労したり、諦めてしまった経験ありませんか もっと言えば、せっかく習っても使う機会がなく、あっという間に忘れてしまったりしたことはないでしょうか。英語は言葉なので、使う機会がないと覚えることはもちろん、維持することも難しいです。ということで、英語を学ぶための本ですね。今、実際に僕も英語の勉強をしていて、と言ってもずっと単語を覚えているぐらいなんですけど、なんか、すごく自分と英語の相性が悪くてな、どんな方法を試してもうまく勉強でき、 に今はとりあえず基礎固めってことで単語をひたすら覚えているみたいな状態なんですけどま他の人がうまくいったみたいな勉強法があればひょっとしたら自分にもうまく当てはまるかもしれないっていうのがあってなんかそういう勉強法を学べる機会があったら学ぶようにしていてこの英語で広がる開発者のキャリアもそういう機会に使えたらいいなって思って買ったっていう感じですね。 これ結構、目次がなんかいいなって思って最、最初の方に5歳児を目指そうとか、素人を作り方っていう風に書いてあって、あ、そっからやってくれるんだすげえいいなってちょっと思って買ったっていうのもあります。これも読むの非常に楽しみですね。で、ようやく最後なんですけど、ペーパーロボティクスさん、サークル名 MPM さん。 ペーパーロボティクスとは紙ロボット工学といった意味合いの造語で、ここでいう紙ロボットとは動力をゴム、材料を紙と限定した仕様に基づいて20年間にわたって作ってきた動く紙ロボットです。で、これ写真載ってるんですけど、見た目的にはそうですね、まあラピュタのロボット兵にちょっと似ているような感じで、それが紙とあの輪ゴム、 ぐるぐる巻いた、ゼンマイのような感じで動くような感じのロボットになってて。で、これ、前回か前々回の技術書店かなんかで見た記憶があって、ひょっとしたら買ったかもしれないんですけど、まあ、記憶がなかったんで、もう一回買ったという感じの本です。これ非常に面白そうですよね。紙ロボット。自分で作れるかどうかっていうのは別にしても、こういう本、こういう趣味というか、造形を見るのは非常に好きなので、 これも読むのが非常に楽しみですね。というわけで、計28冊かな、えー、読んできたんですが、なんかめちゃくちゃ疲れました。ポッドキャスト、まあでも40分喋ったら疲れるのかな、なんか、普段撮っているポッドキャストは、だいたい1時間とか1時間半、ゲスト読んで喋るんですけど、単純に半分であっても45分ぐらいは喋っているはずなので、 こんなに疲れたかなっていうのは単純に黙っているだけな気がします。で、今回、牛書店9のオンラインマーケットを見て思ったんですけど、これ新刊だけ見た人は、あの、すべての本の方も見た方がいいですね。なんか、すべての本って当然期間があるから、ほとんど知ってる本なのかなって思ったんですけど、意外と知らない本ばっかりあって、おそらく牛書店では、 新刊なんだけど、コミケで出してるとか、あるいは別のイベントで出してるから新刊にしてないみたいなのもありそうなのでもし新刊しか見ていないっていう人がいたら是非全ての本の方も一応見てみるといいかなと思いますそれから見るときはあの表紙が結構小さめに表示されるのであのコントロールマウスホイールとかあと Chrome だと上の方にあの 上の方にというかメニューか、右上のメニューから拡大率とかをズームで変えられると思うんですけど、あのー、拡大率を上げると1枚の表紙のサイズがすごく大きくなって見やすくなるので、それで見ることをおすすめします。そうすると非常に見やすいですね。表紙に何書いてあるか読めるので。その2つを踏まえた上で、あとは僕が喋り直した28冊も含めて、 プラスアルファでもしあこんな本あったんだって気づきをこのポッドキャストを通して得てもらえたら非常に嬉しいなって思ってますそういえばお便りが来ていたのをすっかり忘れていたというわけではないのですがなかなかゲストの方がいるとお便りを紹介するタイミングがなくてこのタイミングで紹介させていただきたいと思います去年のの9月28日の お便りなので、ほぼ1年ぶりになってしまって、大変申し訳ないのですが。えー、お便りの内容を読ませていただくと、技術書店をきっかけに聞いたのですが、とても楽しいポッドキャストですね。ただ、話し方は聞き取りやすいはずなのですが、マイクのせいなのか、息が入るせいなのか、ボソボソと聞こえてしまい、集中力を要するので、長ら聞きできないのが残念です。今後の音質改善に期待です。これからも楽しみにしています。と、いただきました。 お便りありがとうございます。ちなみにお名前がないので匿名の方ですね。音質改善してる、あの、当時に比べたらしているつもりなのですが、今回どうだったでしょうか。具体的にはマイクの位置を、えー、っと、自分の口から斜めよりもっと横の方に移動して、ブレスノイズが乗らないようにしたのと、あとはまあ、喋りが、 去年1年経ってるんで少しは慣れてきたかなっていうところで良くなってたらいいかなって思っています。お便りどうもありがとうございました。それではポッドキャストを締めていきます。このポッドキャストアウト FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、 何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。なお、現在ゲストの収録期が溜まっております。今ご連絡をいただくと3ヶ月から半年程度先になる場合がありますのでご了承ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 f m ではご感想やご意見をお待ちしております。Twitter でハッシュタグ、シャープ青空 f m シャープ a o z o r a f m をつけてツイートしてください。 配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができます。ぜひよろしくお願いします。また、Discord でポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャスというのを主催しております。これも配信ページにリンクがありますので、興味があればぜひ参加してみてください。今回はゲストがいないので、自分のお告知をしておくと、牛書店9で、えー、私も新刊を出しております。新刊は2冊あって、いろいろ実践サーバーサイドコトリン、ボリューム1というのと、 毎日続ける技術というのを出しています。毎日続ける技術は、毎日何かを続けるってすげえ難しいんですけど、それについて取っ組み合った結果の本ということで、今のところ157日、8日ぐらい筋トレが毎日続いていて、他のも数百日とか、あ、数百はいい過ぎか、百数十日とか、数十日とか続けられた記録が、 残っていろいろ実践サーバーサイドコトリンの方は、えー、っとこれまで出してきたサーバーサイドコトリンシリーズは1つのアプリケーションを作るっていう内容だったんですけどいろいろ実践の方はあの1つの本にするには小さすぎるテーマをいくつか集めて本にしたサーバーサイドコトリンシリーズの1冊ですね。で今回は Spring Boot のバージョンアップと JPA にあるテーブルジョインの基礎と ファイルアップロードの3つを取り上げてますで今上げた機関の方も、ル書店9で買えるので、ぜ、え、ひ、ー、そちらも見ていただけると嬉しいです。あとはあの、合同士の方にも、えー、毎度関わっておりますので、そちらも興味があればぜひ見てほしいです。合同誌の新刊だと、えー、っと、ギボタル本ですね。ギボタル開発ブックが出ていたりとか、 あとは何だろうな。あとは新刊としてワンストップ生き方が出てますね。ギボタル本もワンストップ生き方も合同士として私も寄稿しているのでよかったら見てみてください。というところで告知は以上ですね。で、最後にポッドキャストの収録どうだったって話を毎回エンディングトークとしてしてるんですけどすげえ疲れました。なんか一人会やるたびに まあ一人会が大体サークル読み明けだったりすることが多いからかもしれないんですけど大体疲れるんですけど思いつきでこれやると疲れるんで、まあ、もうちょっとこう頻繁に30分とか15分ぐらいのポッドキャストを撮ってってこれも毎回言ってる気がするんですけど <laughs> 口を慣れさせておこうかななんて今回撮って思いましたそんなもんかなうん以上ですというわけで 第 66, 回目ですね、第66回目は一人会牛書店ナインの戦利品を紹介する会でしたどうも最後までご聴取いただきありがとうございました